続きましてディフェンダー角田誠選手。角田誠、1983年7月10日生まれ、京都府宇治市出身、31歳。京都サンガアカデミー時代からすでにサッカー界の名の知れた存在であった選手。当時全仏の最年少出場記録でデビューを飾ったプロ生活は今年で16年目。自身の努力と多くの監督から信頼され続けてきた証の公式戦の出場記録は実に416試合出場25得点。ボランチやセンターバックでプレーし、強いフィジカルを生かした厳しいチェックで対戦相手の攻撃の目をことごとく摘む職人。毎試合全身全霊でプレーしたいとの言葉が示すように、泥臭く体を張ってチームのために戦ってくれるであろう今シーズンの戦力補強の最大の目玉です。昨シーズンベガルタ仙台で主将を務めたことからも、守備陣を統率するキャプテンシーにも大いに期待です。慣れ親しんだ仙台を離れ、環境を変え新たな挑戦をすることを選択した彼の活躍は今シーズンの川崎フロンターレの躍進の絶対条件です。ようこそ川崎フロンターレ。それでは角田選手、サポーターの皆さんへご挨拶をお願いします。こんにちは、ベガルタ仙台から加入しました角田です。まずはこのクラブ、この場に立てて非常に嬉しく思っています。川崎フロンターレの印象では、去年対戦して、特に風間監督になってからは非常にやりづらくて、もういつも守備だけしました。でやっぱりこの会場、この雰囲気を見ても本当川崎の素晴らしさが非常にわかります。社長の話も非常にユニークでしたし、正直いつも社長の話は早く終われと思って聞いているんですが、今日は楽しみました。僕はこのチームに本当にタイトルを取りに来ました。今ほとんどの J リーグのクラブがタイトルを目指すというふうに言いますが、正直それほど甘いものではないと思います。ただ川崎に関してはサポーター、このクラブの規模を含めて本当十分にタイトルを狙えるクラブだと思います。もちろん僕たち選手は一生懸命ピッチで躍動して本当風間監督のサッカーを表現します。ただやはりそれだけでは足りないと思います。サポーターの皆さんが本当に熱い声援を1年もちろんいい時も悪い時もあると思いますが、本当に熱い声援をもらって、本当にそのクラブが一丸となって1年間戦っていければ悲願のタイトルは取れると思います。ぜひ今年1年一緒に戦っていきましょう。よろしくお願いします。角田選手ありがとうございました。